アロエリコトマは、ヤズツの木や、コカブーン、タカロカイとも呼ばれ、背の高い多肉植物の分子種で、アフリカ南部、特に南アフリカの北ケープ地方と南部ナミビアの一部に自生する。先住民の山賊の間では、ジョジェと呼ばれていたが、山賊がアロエリコトマの筒状の枝をくり抜いて、矢を射るためにヤズツを作っていたことから、この木の英名が付けられた。 ダイヒャタメムとは、植物の成長に伴って、茎が繰り返し二つに分岐することを意味している。2013年に、本種は、ローアデーエンドランダイヒャタメムとして、ローアデーエンドラン族に移行した。三つの別々の種、A ダイヒャタメム、A ピランシー、A ラモシシメムは、南アフリカとナミビアの国境付近のリフタスフェルトと、ナミブ砂漠の同じ乾燥地帯に生息している。 この3種は IUCN の絶滅危惧種リストレッドリストで A 大ハタメムは脆弱 A ピランシーは危機的に絶滅危惧 A レマーセッサムムは絶滅危惧とそれぞれ異なる評価を受けている3は上の異なる評価を与えられている絶滅危惧種のレッドリスト A のレマーセッサムムのための A ピランシーのための絶滅危惧 A の大ハタメムのための 脆弱と絶滅危惧種。三つの種を区別することができる A ピランシーでは、過剰は直立しているのではなく、低い葉の下から垂れ下がっているる。A ラモシシメムは、かなり小さく、高さが2メートル以上になることは、ほとんどなく、低木のような形をしている。樹木のような A 大ヒャタメムと低木の A ラモシシメムの、 間にはグラデーションがあるが、比較的ユニークな A ピランシーの個体群は開花時期が異なるため、他の二つの種との交配はしない。アロエリコトマの自然林の数少ない例の一つは、ナミビアのケイトマンスフープから北へ約1 4トルのところにあるクイバーツリーの森である。もう一つは、南アフリカの北ケープ州のガンナボスにある。本種は、その生息域の大部分で、 減少傾向にある。南アフリカとナミビアにおけるアロエリコトマのモデル化は気候変動に対応した保護区の必要性を理解することに貢献している。気候変動による本種のモデル化された範囲の現象は最近の現地調査で確認されている。アロエリコトマは世界中の乾燥地帯で増援用として栽培されている。成長速度が遅く相対的に希少なため、 特に高価な標本となっている。また、自然の生息地以外での栽培は比較的難しい。栽培には非常に水はけの良い荒いミネラルさ、完全な太陽、良好な通気と非常に少ない水を必要とし、主に冬に水が必要となる。稀に水が不足している場合は、葉が丸まって先端で枯れてしまうことがある。葉の間に油虫や 昆虫の感染症に異常にかかりやすく、完全な太陽と一定の新鮮な空気の動きがない、時には常にこれが悪化する。屋内植物はこれらの害虫のために頻繁に治療する必要がある。殺菌剤は腐敗から保護するために時々追加することもできる。挿し木や継ぎ木、種子から伝播することができる。挿し木は植える前に 日陰の場所で数週間完全に乾燥させる必要がある。ミアチェル・ベンソンの著書スペース・オデッセイではコカブーンが映画監督のスタンリー・キューブリックの興味をかき立てた経緯が簡潔に語られている。この本では2001年宇宙の旅の撮影に使用できるようにいくつかの保護されたコカブーンの木が伐採されたと主張している。ありがとうございます。